現在渡辺源太郎部長から各隊員に活動命令が出されました。消防本部車後方では川崎隊員、檜山隊員が水槽から消防本部車への給水活動をしています。あの隊員、徳丸隊員によって倒壊家屋へ救助資材が搬送され、Mm-hmm.